その時、群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一度に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまって置く場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きな建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年間も生きていくだけの蓄えができたぞ。人休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。匂いの代金。昔ある町に偉くケチな男が住んでおったと。飯を食うにも梅干しをじーっと見て、酸っぱい唾が湧いてきたら急いでご飯をかき込むという具合だったと。ところが毎日毎日梅干しばかり見ているもんだから、そろそろ秋が来て、たまには変わったもんで飯が食いたくなったと。ある時、なんぞいいもんはないかと街を歩いていると、向こうからブーンと香ばしい匂いがしてきた。うなぎ屋が店先でガバ焼きを焼いておったと。男は急いで家に戻ると、丼飯と箸と持ってうなぎ屋に取って返し、その店先でクンクン匂いを嗅ぎながら飯を食い出したと。これを見ていたうなぎ主人が、さかなお客様、お代をいただきやす。と言った。男は、わしはうなぎなど食うておらんぞ。匂いを嗅いでおるんじゃ。と言うと、店の主人は、え、ですから、その匂いのお代をいただきとございやす。と言って、こちらもなかなか大したケチぶりだ。よし、わかった。
そこまで言われて払わなかったら、こちらの男がしたるというもの。払いましょう。男は懐から財布を出したと、店の主人が手を出すと、ほーれ、今から払うからよく聞けよ。と、空輸や財布の中の光線をかき回して、チャリン、チャリンと音を立てたと。そして、おやじ、匂いの代金は、夫で払ったぞ。こう言ったと、おしまい、ちゃんちゃん。